なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを見たいならやり続けるしかない。こんにちは、上等モテること白井光です。今日はですね、兵庫県尼崎市立花初めて来ました。なんで私がここに来たかっていうと、私は知りませんいつものごとく今井ちゃんに案内されて、とりあえずここでオープニングを撮ってくださいっていうことで今撮っておりますけれども、ただ今ちょうどもうちょっとで日が暮れるんじゃないかななんて思ってますんで、まあ多分ここからどうなんでしょう、ちょっと飯でも食いに行くのかな、多分そうだと思います。まあそんなこんなで、兵庫県尼崎市何をやるか分かんないけども、とりあえず今日もテルチャンネル行ってみよう。よろしく。アイシュ。今井ちゃんちょっとさ、はい、あそこのほら飲み屋街とか抜けてきたけど、はい、どこ行くのよ。ちょっとね、テルさんに食べてほしいもんがあるんで。いや、それはいいんだけどさ、もうまだ始まったよ俺だよ、ほんと。あの、まあ全然すぐ近くなんで。あ、そう、はい、いやいや、さっきからずっとすぐ近くって言ってるいや、この下りの前も一回あったじゃん、それがほんとに。ああ、もうすぐじゃないの。もうすぐですよ。ああ、そう。めっちゃいい店なんで。めっちゃいい店なの。はい、いい匂い結構してるよこの辺。はい、全部スルーしていきますけど。じゃあもうちょっと頑張って行ってみるよ。何てんのこれ本当に。あ、もうでも住宅地の中入ってきちゃったじゃんよ今井ちゃん。そこですよ、そこですよ。大丈夫です、そことか。そこです、そこです。どれよ。その角の店です。これはい、ここでいいの？はい。韓国料理プサン？はい。なんか韓国料理食べんの？めちゃめちゃ美味しいですよ。あ、そう。はい。いや、それ俺韓国料理好きだけどさ。はい。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい。うん。韓国料理プサンに突撃らしいです。よろしく。よいしょ。て。まあとりあえず多分韓国料理だっつうんで、まあいろいろと最初にねパーッとこう出てきて、それからなんか今井ちゃんがおすすめのものがあるわけでしょ。そうですね。じゃあそれが多分出てくるんだと思います。ああすいませんすいません、ということで早速これがなんか出てくるし、これ小松菜のこのナムル、小松菜のキムチです。キムチ、これ小松菜キムチ出てきました。これまずじゃあ早速じゃあちょっと一回つまんじまおうかなこれな。これ、あ、じゃあいただきます。うん。あ、ちょっと辛い。うん。マジっすよ。ちょっとマッコリいただけますか。マッコリなんか、はい、飲み物ね。はい。あ、来ました。すごいじゃん、これで来んの。へえ、いいね。あ、ほんでこれで、これあー、いいね。今井ちゃんと俺のこれ、はい。じゃこれを、わ、入ってる。早速、ここでいきたいと思います。おー、で今井ちゃんもほら、飲めばいいじゃん。ありがとうございます。今井ちゃん、乾杯。すいません、お疲れ様です。こうやってやって、ほうほうほう、そうそう、韓国料理こうやってやってね、いっぱいこういうの出てくるんですよ。ほら、これちょこちょこつまみながらとりあえずやりましょうってことでしょ。これ何本ね、まあそうだね、これも
あら、俺まだ出てくんだよ。これうちはいつもですよ、うん、いつもこれが出てくるのね、はいはい、こういうこのぐらいの種類は、はいはいはい、内容はこういろんなものが出てきてね。そうですね、うん、あうまい、みんなうまい。これこれうまいんだよ。これ小魚のこれなんつうの、これこれもうまい。これ竹の巣は150円。丸々1枚こんなの。これは切るの、ママ。はい、私が切ってます。あ、切ってくれんの。はいはい、切ってくれるんだって。これあの口はあの手で破れて、うん、あの食べるけど、あ、こうやってやってか。あ、まそうだ。すげえまそうじゃん。いい音してるよ。うん、まあ、いいんじゃないこれ。うまいね。うん、おいしい。すごいいい感じ。ママ釜山出身で、ママの母親が30年間茶がるじで食堂してた。え、食堂。あ、そうなんですか。はい、だから美味しいです。ああ、じゃあこれは本当に韓国で食べられてる食堂の味。そうです、そうです。うーん、だからうちのお客さんは みんな2回目はパスポートです。ん、パスポート、パスポートがいるんです、ここは。そうなんですか。釜山なんです。はい、なるほど、なるほど。はい、さあ、マスター。はい、ね、はいはい、はい、もうね、あの、はいよ、あ、食べて、はい、はい、じゃあこれを、何、どうやって食べるの。え、これ、これ手袋つけて食べるの、これも。あ、そう。すげえな、これ。これ片っぽだけ？両方？もう一つでもいいよ。そんな重たいじゃないから。こうか。あ、熱いから気をつけてください。熱いのは熱いうちに食う。はい。熱い、確かに。これを、こう手袋をつけてこのままわしづかみで。うわ、すげえうまそう、これ。見て。食べます。うん、いや、甘辛いのね、はい、うん、うまい、うまー、これはうまい。すごいですよ。あー、これうまい。甘いの。甘い、うまい。味は、うん、砂糖じゃなくて、うちは蜂蜜が入ってる。蜂蜜ね。はいはい。あ、これうまいわ、今井ちゃん。これ美味しいでしょ。うん、ちょっとこれを食べていただきたかったんだ。あ、これ美味しいです。すごい柔らかいね。すごい煮込み方してますよ。すごい柔らかい。
確かにね、こういうのつけて手でガッと食ったからうまいです。気使いながらね、こんなことやってるよりこうやってやってこれでもう静かめにして食ったら確かにうまい、うん、これはね、おすすめです。絶対食った方がいいよ。今井ちゃんにもちょっと食べてもらったんですけどね、結構食べました。はい、でマッコリの方も、だいぶもう空マッコリになってしまいましたね。空マッコリになっちゃったんですけど非常に美味しいです。尼崎のプサン、パスポートにいらないプサンでございます。もしよかったら、来てみるのもオツじゃないかなと思っておりますけども、まあ、そんなこんなで、本日のテルチャンネル終了でございます。非常に美味しくいただきました。また次回のテルチャンネルでお会いいたしましょう。よろしく。アイシュ。動画面白かった。